ここで待ってろ。すぐ戻る。わかりました、警部。そうそう、それでいいんだよ。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントで。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よう、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。すがれた家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。ったくひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。会社の名前はカルロス・オーティス。調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。ったく、これなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろ。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は？いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は？今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。会社の地下。
多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。レッドアイス、会社はパーティー好きなのかな。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちゃ足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。了解です、警部。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。警部補、何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。事件の始まりはキッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。
バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。リビン、アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど、お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ？バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ、数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。ああ、でもお前の目には見えるってことか？その通り。その椅子どうすんだ？調べたいところが。調べたいところね。僕は身を守っただけだ。
殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。おいコナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。